ジョン・クリアリーは、米国ルイジアナ州ニューオーリンズを拠点に活動するシンガー兼ピアニスト。イギリス出身だが17歳の時に渡米。今では、ニューオーリンズを代表するピアニストの一人として知られている。プロフェッサー・ロング・ヘアラのニューオーリンズ、R ・ R&B を影響を色濃く受けながらも、ファンク、ラテンなど幅広い音楽的要素を取り入れたサウンドが特徴。ボニー・レッドの バンドメンバーとしてツアーとレコーディングに参加したことでも知られている。1962年、ロンドンの北部に生まれる。父親やおじ、祖母、祖父が歌手、またはミュージシャンという音楽的な家系だった。5歳でギターを手にし、15歳で初めてのバンドを結成する。1980年、17歳の時に渡米する。ニューオーリンズの著名なクラブ。 メイプルリーフバーでペンキ塗りの仕事をするから音楽活動をするようになった。ニューオーリンズでピアノの魅力に取り憑かれたクリアリーは本格的にピアノに取り組むようになった。ニューオーリンズではウォルター・ウルフマン・ワシントン、スヌークス・スイー・グリーン、アーニー・ケイドー、ジョン・ムーニーなどのミュージシャンたちとの共演を重ねた。1992年にはダーウィン・ビッグ・ディー、パーキンズ、コーネル・ウィリアムズ、 ジェフリー・ジェリー・ビーン・アレクサンダーをメンバーとした自身のバンドアブソリュート・モンスター・ジェントルメンを結成。バンド名はジョニー・ギター・ワトソンの曲名から取られている。1994年にはニューオーリンズのミュージシャンたちをバックにレコーディングされたソロデビューアルバムアリゲーター・リップス・ダーティ・ライスをリリースした。ビザの問題から出国を余儀なくされたクリアリーはこの一時的に イギリスに拠点を移したが、1995年には、ニューオーリンズに戻っている。この頃、クリアリーは、田島ハウルのツアーに参加。続いて、ボニー・レッドからも声がかかり、彼女のバンドに迎え入れられた。ツアーに同行し、彼女の2002年のアルバム、シルバー・ライニングにも参加した。1999年には、メジャーレーベルのバージン、ポイント・ブランクより、セカンドアルバム、 ムーンバーンをリリース。続いて、地元ニューオーリンズのレーベル、ベージンストリートより2枚のアルバムを発表するなど、順調に作品をリリースしていった。2008年には、自主制作による初のライブアルバム、もうヒッパをリリース。同年秋には、アブソリュートモンスター・ジェントルメンとしての初となる、日本ツアーのために来日し、横浜、東京、名古屋、 大阪の4都市で公演を行った。また同年、ジョン・スコフィールドの新バンド、パイ・アティ・ストリートバンドに参加。翌2009年、アルバム、パイ・アティ・ストリートがリリースとなった。このバンドは、ニューオーリンズのミュージシャンが中心となったもので、アルバムには他にジョージ・ポーター・ジュニア、ジョン・ブッテラが参加している。2009年9月、クリアリーは同バンドと共に再来日を果たした。 2012年、アラン・トゥーさんの曲のカバー集、アカペラをリリース。翌2013年には5月、9月と相次いで来日公演を行った。2016年、アルバムゴーゴージュースで初の村ミー賞を受賞した。ありがとうございます。